はい、こんにちは、青木ゆきです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、前回の続編ということでですね、反響をたっていただきありがとうございます。今日はですね、また同じく料理チューブやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。では早速ですね、今日作る料理は、こちらです。はい、今日は油淋鶏を作っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。まずはですね、油淋鶏、自宅で作るのはなかなか難しいということでですね、今日は頑張ってスーパーに行って、スーパー1軒まず行ったんですけど、鶏肉がなんとですね、売り切れておりまして、ネギ買って、まあ、レタスも買ったんですけど、鶏肉ミニと売り切れてました。はい、ということでですね、また違うスーパーまで行って鶏肉をわざわざ買いに行って今ということになっております。今日は、今夜ですね、夜の9時ぐらいですので、晩ご飯を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、まずはですね、鶏肉です。こちら大体鶏のもも肉、今日はですね 300g ぐらい作っていきます。使っていきます。で、まずは、下ごしらえですね。結構下ごしらえがすごい大切になってきます。油淋鶏で結構平べったい感じになっていると思うんですけど、その平べったさをまずですね、この分厚い部分だけ、ちょっと取り除いていきたいと思います。こちらにもですね、映ってますので、こちらもやっていきましょう。まず、なんかちょっとこう分厚い部分をですね、ちょっとこう切り込み入れていって伸ばしていきます。あとは結構、鶏は火が通りづらいので、ちょっとこう切り込み入れてる方が、まあ、油淋鶏とかはすぐカラッと上がってくれるかなと思うので、ちょっとこれ伸ばしていってください。はい、ではですね、下ごしらえが完了しました。まずこちらで平らの平べったく平らにしてあげて、で、その分に、まずはちょっと漬け置きしたいので、その漬け置きのペーストを作っていこうと思います。まあ、ざっくりお醤油、あとはですね、お塩とお醤油、だけお砂糖を入れてあげて、ここにつけていきます。でこれで、5分か10分ぐらいちょっと時間を置いてあげて、味を、まあ、中に染み込ませてあげるようにやっていきます。はい、でですね、その後に、まずそのちょっとつけ置きしてる間に、タレを作っていきたいと思います。まずはですね、長ネギはちょっと水だいたい今1本の半分ぐらい切ってあげようかな。ちょっとネギ多めの方が食感がありますので、こっちの方がいいと思います。はい、それでですね、その間に、油淋鶏のタレを作っていきたいと思います。で、タレはですね、ざっくり、お砂糖と醤油と、まあ、お酢と生姜とニンニクと、まあ、このネギです。それで作っていきたいと思います。お砂糖がだいたい大さじ2ぐらいにしましょう。醤油も大さじ2です。お酢も大さじ2です。大さじ2、その後にニンニクと、生姜で入れます。ニンニクと生姜を入れて小さじで、まあ、1ぐらいで大丈夫です。でもね、どんどんと生姜、ちょっと生姜多い方が美味しいかもね。混ぜてあげて、ネギ入れてあげると、もうこれで終わりです。ちょっと味見してみたいと思います。バッチリです。で、これでそこから、さっき下ごしらえしていた鶏肉にかかってきたと思います。はい、それでですね、さっき、下ごしらえした鶏肉が、こちらです。で、そこにですね、片栗粉をつけていきたいと思います。全体的にまぶしていってください。で、よく鶏肉から衣がすぐ剥がれちゃうみたいなのを揚げてる間とかに、そう思ってる方は、まあ、ちょっと僕も見た情報なんで定かではないんですけど、漬け置きしていたものに、
片栗粉つけるじゃないですか。でその後にちょっとだけ、まあ、5分か10分ぐらいまた時間を置いとくだけで、それがまあ片栗粉がしっかりひっついてくれるので取れづらいという、まあ、そういう諸説があります。なので今回もですね、そういう形でやっていきましょう。この下ごしらえしてちょっと時間が経ったもも肉に片栗粉をまぶしたやつ、それを、今からゆりちゃんが揚げていきたいと思います。で、油は大体170度ぐらいに、してあげて、そこに入れていきます。油はすごいいっぱいいかなくても本当に少しだけ引いて、それをまあ両面こうカラッと揚げてあげるぐらいで全然大丈夫ですので、たっぷり油入れすぎないように、特にあの油すごい気をつけて使っていきましょう。全体的にやっていきます。入れていきます。今日はですね、いろいろまたネタを考えてですね、前回はパスタだったので、今回はちょっと油淋鶏にしてみようということで作っております。前回もですね、かなり好評いただいて、うちのスタッフからもすごい言われたりだったりとか、お客様からも来てくださったお客様からも YouTube 見てますとか言っていただいて、すごいありがとうございます。2回連続にはなっちゃうんですけど、この、料理チューブをですね、まあ、セッキーからも言われたんで、結構面白いねって言われたので企画化して、今後いろいろな料理を、作っていきたいかなっていうふうに思っておりますので、前回はパスタ、今回は油淋鶏なので、まあ、次は和食かなとも考えながらやってるので、その次回もですね、楽しみにしてほしいかなっていうふうに思っております。これで大体10分15分ぐらい、揚げて、で、できてきたので揚げてみましょう。はい、こんなに食べれるかな。全体油は冷めるまでちゃんと端の方に当ててください。バッチリサクッと揚がっております。いい音です。ですね、レタスを引いておいたお皿に持っていきます。そのまま全体もざっくりいきましょう。めっちゃ美味しそう。この後最後にさっき作った秘伝のソース、タレ、あ、ソースですね、こいつを使ってます。もうそのままざっくり、上からかけていただいて、油淋鶏の出来上がりでございます。こんな感じです。めちゃくちゃ美味しそうに仕上がりました。どうでしょうか、油淋鶏。はい、で早速味見していきたいと思います。はい、今日もここで食べます。ではまずちょっといただきます。うん、めちゃくちゃ今日も美味しいです。このね、ソースがですね、本当に思う、まあ、ポン酢とかでもいいんですけど、醤油とお酢とお砂糖で、生姜とニンニクです。これだけでも普通に鶏ベースを作ってあげて、あげたらめちゃくちゃ美味しいので、ぜひやってみてください。これからもですね、こうやって料理チューブを続々と配信していきたいと思いますので、ぜひ皆様も見ていただけるとすごい嬉しいです。今日ですね、こう長々と話せないので、こんな感じで終わっていきたいと思います。ではありがとうございました。はい、青木でした。じゃあまた。